はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手はゼンゼロさん。ゼンゼロさんのパーティーは、ザシアン、リザードン、ヌオウ、ウーラオス、ドラパルト、ラプラスと。はい、今回はですね、あの、YouTuber、 大人気 YouTuber で、総合格闘技ライジンで久保優太選手に勝った柴田選手の勝利を記念してのポケモンバトルになります。はい、さあ、柴田選手が勝ったということで、ね、俺も2021年12月31日大晦日最後のポケモンバトルをぜひ勝利で飾りたいと思います。これね、初手、あの変なわけわかんねえザシアン読みでドサイドンいきます。で、後ろにゼルネアスアスで、最後はね、メタモンが読まれそうなんだけど、ヌオウが出てくるってことで絶対ファイヤーは必要ですね。ファイヤーとこれでいきます。はい、絶対初手ザシアンだと思いますね。こっちのオーロンゲを読んで、さあ、ゼンゼロさん対戦よろしくお願いします。いや、柴田選手すごかったですね。飛びつき腕十字ですよ。さあ、初手絶対ザシアンで来るはず。さあ、どうだ。オッケー、これ100発100中だな。じゃあこっちはドサイド、これ出しがちっすよ。ただ急所に当たったらもう終わりなんだよね。さすがに相手引いてくるっしょ。こんな引かないヤンキーなんてないんで、ここはもう自信で、自信一択です。相手賢かったらここ引いてくるんですよ。バカだったらもう突っ込んでくるんですけど、さあ、ザシャン引っ込めるよね。リザードンかな、誰だ、ヌオウか。ヌオウで受けられんのかな。ドーンと、あれ、ヌオウでこれ浮かんなくねえか。ザシアンはなんとかなるんで、これもう一回自信打ちます。はいはい、自己再生、はい、いいっすよ。じゃあ自信で、ヌオウがあのドサイドに攻撃してきた瞬間にヌオウ死にますから。はい、ここ相手はもう自己再生で、あの耐えるしかないと思いますね。あくび、いいっすよ。あくびか、じゃあ自信で、うわうまい、守るあんのか。守るある、これちょっと分かんなくなってきたな。ここファイヤー投げます。相手自己再生だともう安定行動しか取ってこないんで、自己再生でしょ。 OK、 ここ大魔切ります。ここでダイジェットしてザシアンより早くすることが先決ですね。ダイジェットで、はい、さあ、これは厳しい。ダイジェット、はい、ヌオウ突破。後ろラプラスだったらめちゃめちゃもう負けなんですけど、はい、そっか、守るを採用してるんだね、ヌオウ。ザシアンじゃない、最後が絶対出てきます。パルト、これ身代わりとかあるパルトだったらすごいきついね。ここはもうダイジェットで、相手も絶対ダイマ切ってくるはず。ファイヤー対ドラパルトがどこまでいけるかだよね。
ファイヤーでこのドラパルトさえ倒す致命は、はっきり言って、もう、大ウォール絡んでくると思うんですよ。大ジェット、オッケー。あ、いいですね。さあ、大フォロー。いいですよ。やっぱね、リザードンと違ってファイヤーって耐久、あのリザードンよりあるから、そこがいいですよね。じゃあ、これは大ジェットで、相手大ウォールか、いや、してこない。これは勝ったぞ。はい、これはファイヤーが大活躍だな。リザードンと炎飛行でタイプで全く一緒なんですけど、さあ、これで大魔が終わって、さあ、ザシアン来る。じゃあ燃え尽きるで。ただ分かんないんだよね、電光石火を持ってる可能性があるから。ただもう突っ込むしかない。ここで突っ込まなかったら負け。燃え尽きるでいきます。はい、大ジェット大ジェット大ジェットしかやってないけども、絶対どんなザシアンでも命の玉タイプ1効果抜群、燃え尽きるは耐えられない。 OK、 燃え尽きていく。はい、 OK、 ファイヤー大活躍だわ。はい、 OK、 はい、ゼンゼロさん対戦ありがとうございました。いやー、2021年12月31日のラストのポケモンバトル、もちろん、結構きつい戦いだったんですけど、ちゃんと勝つことができました。はい、それではね、柴田選手の勝利を記念して、今年最後のポケモンバトルゼンゼロさんに勝ったということで、こちら勝利ドリンク、はい、トップバリューグリーンアイ、オーガニックトマトジュース、食塩不使用、濃縮トマト還元を飲みたいと思います。いただきます。あー、うまいわ。いやー、ほんと今シーズンもね、これでポケモンが終わりなんですけども、またね、明日から、令和4年、2022年1月1日から、新シリーズが始まります。カオスマイスターチャンネルも、新しい年を迎えてね、皆さん、良いお年をという感じで、はい、大晦日雷神、柴田選手最高でしたね。で、柴田選手で思い出したんですけど、直線ダクトの圧力損失は風速の2乗に比例する。ダクトの形状変化に伴う圧力損失は形状抵抗係数と風速の2乗に比例する。円形ダクトの圧力損失はダクトの長さに比例し、ダクトの直径に反比例する。位置圧は高さに比例する。動圧は流速の2乗と流体の密度に比例する。抵抗係数はストーク水域ではレイノルズ数に反比例する。天然吸い込み気流の速度は吸い込み口に近い領域を除き、吸い込み口中心からの距離の2乗に反比例する。開口部の通過流量は、開口部の面積と流量係数に比例し、圧力差の平方根に比例する。玉型粒子の拡散係数は流形に反比例する。玉型粒子の重力による終末進行速度は流形の2乗に比例する。流形が大きくなると数値が大きくなるものは、終末進行速度の気体から受ける抵抗力。流形が大きくなると小さくなるもの。可電数が等しい粒子の電気移動度と拡散係数。沈着速度とは、単位時間あたりの、沈着量を気中濃度で除した値。蒸気圧縮式冷凍機にない機器は吸収機。有害ガスを化学吸着で補修するフィルターは吸着剤フィルター。軸の回転によって弁体が開閉する構造の弁は
バタフライ弁、水平配管にのみ取り付ける弁は、リフト式逆止弁、弁体と弁図の隙間を変えて流量を調整する弁は玉型弁、抵抗が少なく流量調整ができる弁はボール弁、配管中に溜まった空気を自動的に排出する弁は、空気抜き弁、風力による換気力は、外部風速の2乗に比例する、針に入れる先端補強筋を何というかあばら筋、騒音によって 4000Hz 付近の張力低下を C5 ディップという、放射線を浴びた時の体の早期影響は、不妊、皮膚潰瘍、白血球減少、脱毛、マシンウイルスの感染法は飛沫感染、感染症の原因マラリアとクリプトスポリジウム症は原虫、ハシンチフスとスガムシ病の感染症はリッチケア、感じた症の原因は麻菌ワイル病と梅毒の原因はスピロヘーター一類感染症はエボラ出血熱とペスト、二類感染症は、ジフテリアと結核、三類感染症はコレラと赤痢四類感染症は巣鴨病、デング熱、日本脳炎、レジオネラ症、五類感染症は B 型肝炎、C 型肝炎、風疹マシン100日咳、絶対温度とは絞る空気中の乾燥空気1キロと共存している水蒸気の質量のこと、相対湿度とは同じ温度での飽和水蒸気圧に対する水蒸気分圧の比、アルテルナリアとはカビアレルゲンと同じ、熱負荷について、暖房時に無視する、負荷は、ポンプ負荷と送風機負荷、ステンレス鋼板製貯水槽は、液層部と気層部どちらが腐食しやすいか、気層部、塩素ガスに弱いからですね過強ポリエチレン管の接合方法はメカニカル接合と電気、誘着継ぎ手、ウォーターハンマーの防止方法で揚水ポンプのどちら側に衝撃吸収式逆止弁を設けるか、突出側事務所の1人が使う給湯量は 7.5 から 11.5 リットル、住宅とホテルは75から150リットル、ステンレス管において短式の伸縮継ぎ手を用いる場合の設置間隔は何メートルか、20メートル、循環ポンプの脈動による振動の対策としてサイレンサーを突出側と流入側どちらに設けるか、突出側、過去水の勢いが強い方につけるということですね、お湯をポンプで汲み上げる場合、吸い上げる高さは温度が高いほど低くなる、薄いマスの底部の泥だめは、150mm ほど設ける、薄いマスの流出管よりも管底を 20mm ほど下げて設置する、ルーフドレンのストレーナーの開口面積は接続する薄い排水管の2倍とする、進行通気方式の排水横主管の水平曲がりは排水縦管の底部より、3メートル以内に設けてはならない、排水ポンプは排水槽の給水コンピットの壁面からほにゃらら mm 以上離して設置する、200mm、排水管の掃除口の設置間隔は関係ほにゃらら mm 以下の時は15メートル以内とする、これは 100mm ですね、 100mm 以下の時は 15mm 以内とする、排水管の掃除口の設置間隔ということでね、自然流下式の排水横管の勾配は管内最小流速が、0.6 から 1.5 メートルパーセカンドとなるように、設ける、浄化槽法で許容されている放流水の BOD は 20mg パーリットル以下ですね、浄化槽法で BOD 除去率は 90% 以上、
粘度の低い不完成の香油などを布に含ませ、ホコリを除去する方法はダストコントロール法。色温度が高くなると光の色は、これはね、赤、黄色、白、青ですね。青い炎は温度が高いから青になるにつれてどんどん、温度が高くなると赤、黄色、白、青の順、はい、で次は夏至の日の正午における方位別日射受熱量は、水平面が他の鉛直面に比べて多い。夏至は水平面が、他の鉛直面に比べて多いと。夏至は水平面と覚えておきましょう。で夏至の日の、日射日石産日射量は南向き鉛直壁面よりも、東西向き鉛直壁面の方が多い。そうですね、夏至は東西向き鉛直壁面の方が多いと。冬至の日において鉛直壁面が受ける日石産日射量は、南面が多いと。南向き鉛直壁面が受ける、日石産日射量は夏至の日より冬至の方が多い。精神構造とは、建物の揺れを制御し低減する構造。免震構造とはアイソレーターを使って地盤から建築物を絶縁する方法。トラス構造の部材に生じる応力は、トラス構造、軸方向力、ラーメン構造の柱に応じる応力は、曲げモーメント先端力、軸方向力、ラーメン構造の梁材に生じる応力は、曲げモーメントと先端力。柱の帯筋は何に抵抗するか、先端力。柱の主筋は何に抵抗するか、曲げモーメント。針の主筋は何に抵抗するか、曲げモーメント。針のあばら筋は何に抵抗するか、先端力。レイタンスとは、コンクリートが固まるときに、石灰岩や、骨材の微粒粉が表面に出ること。ちなみにブリージングは、コンクリートから水が出ることですね。はい、ということでね、今回もカオスマイスターチャンネルご視聴ありがとうございました。これからもカオスマイスターチャンネルでね、ポケモン検定ランクマッチ、そしてサブで、サブとして飲食店で飯動画を、これからもどんどんアップしていきます。それではね、2021年、カオスマイスターチャンネルご視聴いただき誠にありがとうございました。2022年もまたお会いしましょう。それではお別れの挨拶いきます。ひばりくんはラーメン藤丸、カオスマイスターはラーメン万来、 DJ 宮本さんは偽物の家系ラーメン匠屋が好き、そして池袋にある、家系直系の絆屋を、匠屋以下とバカにする。その絆屋は毎日行列ができてるめちゃくちゃ美味しい家系ラーメン。邪魔しかしねえな、シェリー商事と一緒だぞ、タイプ相性を覚えろよ、行くぞてめえら、ウェブカメラプロジェクト。キラーケイオスは筋トレをしない。2021年ありがとうございました。2022年もカオスマイスターチャンネルよろしくお願いいたします。はい、北方や雄武、工藤、シェイク小宮山、矢島、全員くたばれ。